ようこそジュエリー花島へ。今回の動画では冠婚葬祭ジュエリーのマナーについてお話しいたします。2020年の9月の19日にエリザベス女王の国葬が行われたと思うんですけども、はい、日本からも天皇陛下皇后陛下も参列されて、そうですね、テレビで報道されてたんですけど、はい、雅子様がお首に黒いネックレスされてたのって、はいはい、見られました。拝見しました。何かニュースとかで取り上げられてましたよね、はいはい、あれジェットっていう木が炭化したもの、木が炭化したもの、はい、もの知らない方も多いと思うんですよ。そうですね、初めて聞きました、はい、あれいつつけるんだろうみたいな、はい、何あれって思った方もいると思うんですけども、もともとは19世紀のビクトリア女王、はい、夫のアルバート公が亡くなった時に喪に服した時に、はい、そのジェットをつけたんですよ、はい、なぜその話かというと、喜びの場とか悲しみの場、まあ、冠婚葬祭でいうと婚と祭の時につけるジュエリーってやっぱり皆さんすごく気にされると思うんですね、はい、こういう時って何つけるんだ、そうなんですよ、ありますよね、はい、多分そうご不安に思ってらっしゃる方も実は多かったりというか、はい、ありますね、これで合ってるのか感が、感みたいな、あります、ね、はい、なのでその不安を今日少しでも払拭できればなというふうに思います、はい、万能なジュエリーっていうのが、はい、あるんですよ。あるんですか。あります。ちなみにジェットではないです。正式なモーニングジュエリーとしては正しいんですね、はいはい、イギリス王室のああいった場でも正しいんですけども、まあ、皆さんがじゃあ広く認知しているもので万能なものっていうのが一つあります。何ですか。よく見るのでいいんですか。それよく見ます。よく見る真珠ですね、はい、正解です、はい、もう大正解。真珠以外見たことないです。大正解です、はい、真珠です。真珠があればどこでも行けます。どこでも行ける。行けます、はい、そのぐらい万能です。真珠っていうのは欧米とかにおいては涙の結晶と言われているんです。お、はい、故に悲しみの場でも喜びの場でもつけていいですよっていう、はい、なるほど、はい、言われがあります。見た目からっていうことですかね。そうです、はい、先ほど申し上げたように、まあ、全てひっくるめては冠婚葬祭全てのシーンで使えるのが真珠なんですけども、はい、万能がゆえに気をつけていただきたいことが、はい、もうざっくり今回の動画では3つだけ、はい、あるんですね。あります。真珠ならいいってわけじゃないではないんです。あ、そうなんだ。もう細かく言えばキリがないので、はいはい、まあ、今って多様性の時代なので、はい、そんなに気にしなくていいとは思うんですけども、そうですね、そこまで最低限のルールというところで、3つだけ今日覚えてください、はいはい、で1つはですね、長さ。長さ。長さです、はい、要は長さ、はい、で2つ目が大きさ。パールの大きさ。大きさです。そうです、はい、真珠の大きさです。で3つ目が色。色、はい、この3つだけ、はい、今日インプットしてます。あ、すごく分かりやすいですね、はい、まず長さからです、はい、2つに一応分けます、はい、喜びの場っていう場 と、はい、悲しみの場っていう言い方で分けるんですけども、はい、喜びの場っていう時は基本長さは何でもいいったらちょっと語弊がありますけども、はい、問わないです。あ、なるほど、はい、もう長くしてドレッシーにしてもいいですし、はい、ちょっと短めにつけてもいいですし、はい、何だったら2連3連にしてコーディネートしてもいいです。あ、なるほど、はい、エリザベス女王それこそね、そうです、そうです、はい、やってらっしゃいますね。その通りです。あとはですね、悲しみの場は、はい、長いのダメです。ああ、そうなんだ、はい、だいたい40センチ前後っていうのがもう決まってます。あ、決まってるんですね、はい、センチまで、はい、で長すぎるよりは短い方がいいです。へ、はい、ただ首詰まっちゃうようなのはダメですけども、はいはい、覚えておいてください。長すぎるよりは短い方がいい。なるほど。これがまず長さのルール、はいはい、で2つ目が大きさ、はい、真珠って大きければ大きいほどいいかなって思うんですけども、うん、これも場面によって違います、はい、まず喜びの場は問わないです。あ、やっぱり問わないですね。問わないです、はい、ただですね、主役は喜びの場合は自身ではないはずです、はいはい、とすると相手へのやっぱり、そうですね、はい、敬意というか思いもありますので、はい、ご自身との体型とのバランスをとって、あまりにもちょっと大きすぎるものは、はい、控えていただくのがいいんじゃないかな、なるほど、というふうには思います。やっぱり品の良さって大事ですから。そうですね、はい、はい、
で悲しみの場はこれやっぱり大きすぎない方がいいですね、はい、だいたい目安としては、7ミリから8ミリぐらいっていうことです。7ミリ8ミリぐらい、はい、それ平均的な大きさなんですか。はい、平均的な大きさです、まあ、日本で特に言うとアコヤ貝がこう作ってくれる大きさっていうのがだいたい8ミリ前後ぐらい、はい、あ、そのぐらいなんですね、はい、で今だと、9ミリぐらいの、はい、高品質なアコヤ真珠、はい、アコヤの養殖真珠を育ててらっしゃるところもあります、はいはい、まずここがポイントです、はい、大きさに関して。で最後色なんですけども、はい、喜びの場は正直これも言っちゃうと何色でもいいです、はい、あ、なるほど、はいはい、ただですね、黒蝶って言いまして、はい、黒蝶、はいはい、黒蝶真珠は見た目やっぱり 黒なんですね、はい、黒秋の装いの時にやりましたね、はいはい、まあ、黒にちょっと赤が入ってたりするんですけど、うん、ちょっとご年齢いった方はあまりいいって思われない傾向もあります。あ、 なるほど、なので、まあ、その参加されるこう、うん、人数だとかその参列され方の規模によってはちょっとそこは コーディネート変えてもいいかなって思います、うん、はいはい、で悲しみの場に関しては、黒か黒蝶かアコヤ、黒蝶 OK なんですね。 OK です。あの藻に服すという意味では黒なので、はい、黒なので、はい、ただ先ほどの大きさで関連して大きすぎない方がいいです、はい、なるほど、はい、やっぱり7ミリ8ミリぐらい、はい、まあ、ただ黒蝶ってあの暖かいところで育つので、はい、比較的大きいのが取れやすかったりするんですけども、そうなんですね、はい、国内流通しているものだと、まあ、比較的8ミリ前後のところからあると思うので、うちも私どもご用意があるので、はい、あのそういったご相談よく受けます。でアコヤに関しては、はい、色がですね、ピンクからホワイト系、うんうん、はい、あとはイエロー、イエローもあるんですか？淡いイエローなんですよ。あとは、ブルー、ブルーブルーです。あの、ま、真っ青じゃないんですけど、はい、あのどちらかというとグレーっぽいブルーなんですけど、あるんですけど、悲しみの時にの使えて万能なのはやっぱホワイト系です、はいはい、これが一番いいですね。なるほど、使いやすいです。で喜びの場と悲しみの場で分けた時には、はい、まあ、本当に万能なのはアコヤ、アコヤのホワイト系、そうです、ホワイト系が万能です、はい、だからこそ皆さん娘の成人式にとか、うん、あと今、50代60代の方でも自分が20歳の時にお母さんからもらったって方が多いんですよね。 なるほど。なので女性の方は真珠を持ってたら、はい、一本持ってたら本当にいいっていうのはそこから来てるんですよね、うんうん、そういうことなんですね、はい、で一本持っていただければ、はい、メンテナンスし続けると本当ずっと使えます。メンテナンスする必要があるんですね。あります。なぜかといえば、はい、酸に弱いんです。酸に弱い、あと紫外線にも弱いです。あ、そうなんです、はい、意外と脆いな。あの、はい、やっぱり貝が作ってくれるものですから、はい、あのデリケートではあるんですよね、はい、なので使い終わったらやっぱり拭いていただくということと、うんうん、あと、数年に1回糸替え、糸替え、はい、真珠は糸でつながってますので。あ、そうなんですね、はい、あれ金属じゃないんですね。そうなんです。なんかワイヤーっていうパターンもあるんですけども、はい、まず数年に1回はメンテナンスした方がいいです。なぜかというと、はい、喜びの場は準備できます、はいはい、決まってますから、はい、ただ悲しみの場っていうのは突然来るんですよ、うん、その時にあらあらいけないって引き出しを開けました、うんうん、いざつけてみたらバラバラバラってあるんですよ。実際あるんですね。あります。なるほど。そうなってはもう大変なので、はい、うんうんうん、まあ、長くよく、いいものを使うっていう視野でメンテナンスしていただければなというふうに思います、うんうん、はい、それはお店に持ってくれば、私どももちろんやっていただける、やらせていただいてます、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。